こんにちは、柴田です。今日はですね、この iPad を使って自分のですね YouTube 用の BGM を作ってみたいと思います。とりあえずですね、リフだけ撮っておきました。ジルチの Hey Man So Long のリフを撮ってあったんで、そこにリズムとベースを打ち込みのやつをですね、でしかもこのガレージバンド内に入っているループを使って作っていきたいと思います。ではやってまいります。まずですね、リフを取ってありますね。2パターンです。ここでですね、アンプ変えれます。これのね、ループにしております。まあ気をつけなきゃいけないのは、まあテンポをしっかりと決めることと、あとキーですね。キーもしっかりと決めておかないと、ベース音を入れた時に合わなくなってくるので、まあ今回の Hey Man So Long に関しては、C シャープマイナーになりますね。半音下げのドロップ D 状態なので、C シャープマイナーかな?ですね。そうですね。うん。です。はい。で、これにまず、リズム入れたいじゃないですか。まあ、一パターンだけじゃ面白くないんで、ここでドラム。こっからドラム選んで、聞いていきますか。もうちょっと疾走感が欲しいですよね。スネアばっかな。あ、そうそう。こういう感じ?試しに入れてみます。これ入れるときはここをピーッとやって、これだけです。これだけでもできます。やった割にはいい感じでびっくりしちゃいましたけど、で他のもやってみましょう。せっかくなんで、あーこれだけね入れてってもいいのかな、こういうのを。これあのリフのところに入れたりとかね、足していくっていうのもいいかもしれないですね。ちょっと一回これ入れてみようかな。これも鳴らして、ちょっとキックが強くなる感じですかね。ここの部分だけ入れるとかでもいいかもしれないですね。リフが変わるところだけ。インパクトが出てくるような感じですね。まあ、こういった使い方もいいんじゃないですかね。一応取っておきましょうか。なんかね、いろいろありすぎるんでね。あー、いいっすね、こういうのも。こういうのいいな。こういうのを、あれ、ちょっと一箇所に足したいですよね。ここのリズム変わるところ、リズム変わるところを
イメージを変えていきたいですね。例えばこうやって、リズムだけでね、ちょっとイメージ変えれるといいですね。これで聞いてみましょう。いい感じっちゃいい感じなんですけど、リズムというか食い方が合ってないですよね、リフト。ちょっとそこが残念だなっていう、そういう相性もありますからね。まあそうこうしているうちにですね、リズムはこんな感じでいこうかなと。でもなんかやっぱちょっとキックがあった方がいいっすね、頭の方も。うるさすぎるかな。こういうのがあった方がいいような気がするな。入れてみますか。ちょっと試しに、ルームのキックを。ここでいるかどうかだね。こっちの方が自然な感じですね。これでいきましょう。で、これにベース音をね、入れていきたいんですよ。ベース音。おお、こういうノリは。ちょっとやってみますか。これね、ここにも合うな。こっちのリフにはね、合うと思います。これはいいな。ここでいきましょうかね。これをここにコピーして、リズムもね、ずっと鳴り続けてると、あれかな、ここキックだけにしてみますか、一回。賑やかすぎるかな。ちょっとこれで。リズムなくしてます。キックだけです。ベース、ちょっとドア玉の方のベース、まりリフを邪魔しないシンプルな方がいいんですよね。
ビート感があったもん。うん、こういうなんか。これ行ってみるかな。どうかな。うるさすぎるかな。ちょっと被んないようにこっちに一回入れてみますかね。ちょっとこれで。ちょっと違和感があるな。ハウスエレクトロ。結構難しいとこっすね。これなくてもいいのかな。これなんか爆竹っぽくてかっこいいんだけど、やべえ、めちゃめちゃなんか当たってる。これだけ？なくてもいいかな。感じでしょう。いかがな感じでしょうか。まあこんな感じですかね。というふうな感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあですね、ループを使えば結構サクッとですね、それっぽい感じのものが作れると思います。まあ、今後ちょろっとこれも自分が喋ってる後ろで流していきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん気にかけてみてください。にしてもやっぱリフにパンチがありすぎるんで結構ガツンときますね。結構小さめに鳴らしていきたいと思いますので、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。